2014年、イギリス、ロンドン郊外に位置する静かな住宅地、ハンウェル。そこに住む14歳の少女が家の近くの小川を散歩してくると家族に告げて出かけます。夕方6時近くに彼女は自分の父親に、もうすぐ帰るねとメールを送っていて、普段と変わらぬ様子で、それは何の変哲もない日常の一コマでした。しかし彼女は7時になっても帰ってくることはなく、家族は心配し始めます。帰り道で何かあったのではないか、もしかして家出したのかもしれない、それとも。警察だけでなく家族、友人や近隣住民のボランティアによる大掛かりな捜索が行われますが、一向に彼女は見つかりません。わずか14歳の少女がこれだけの捜査に見つからないように痕跡を消して家出するとは考えづらく、事故などであればすでに見つかっているはず。最悪の事態がみんなの頭をよぎる中、失踪から5週間後、それを現実とする発見があります。一体父親にメールを送ってから家に帰ってくるまでの間に彼女に何があったのでしょうか。真相が明らかになるにつれ、これは防ぐことができた事件だったかもしれないと分かり、彼女の家族は政府に制度の変更を訴えます。これはわずか14歳で命を奪われた少女、アリス・グロスの話。こんにちは、チャンネルイエローテープです。このチャンネルでは主に海外の犯罪、未解決事件や匿名掲示板への書き込みを日本語に訳して紹介しています。毎週金曜夜8時に新しい動画を投稿するよう頑張っていきますので、こういった内容にご興味をお持ちならぜひチャンネル登録をしていただき、さまざまなシーンを立ち入り禁止を示すイエローテープの外側から一緒に見ていきましょう。それでは本編スタートです。アリス・グロス。アリス・グロスは2000年2月14日バレンタインデーにイギリス・ロンドンで生まれ、姉・ニーナと共に父・ホセ、母・ロザリンドに愛されて育ちます。アリスは非常に豊かな想像力を持ち、小さな頃から絵を描くことが好きで、音楽にも興味を持ち、ピアノとバイオリンを弾き、自分でも作詞作曲をするほどでした。また小学校の卒業式には自分でデザインして自分で裁縫したドレスを着ていったそうです。そんなアリスですが、なんと13歳の時に拒食症、そしてうつであると診断されます。しかし彼女は家族の助けを借りつつ治療を受けて前向きに生きようとしていました。そんな彼女は2014年8月28日午後3時ごろに家の近くを流れる小川のほとりへと散歩に出かけます。彼女はこの散歩道が好きで、よくここに出かけていたので、両親も特に心配することなく彼女を送り出します。出かける前に両親に、6時ごろには帰ってくるねと出かけたアリス。そして6時少し前には父親に、もうすぐ帰るよとメールまでしています。しかし7時になっても彼女は帰ってきません。いつも時間にきっちりしているアリスがここまで遅くなることは今までになく、心配した両親は何度も彼女の携帯にメールを送り電話をかけますが、全く応答がありません。治療を受けているとはいえ、拒食症のアリスは体力的には非常に弱く、もしかしたらどこかで倒れているのかもしれない。心配した両親は警察に娘の行方がわからないと通報を入れ、すぐに警察とアリスの家族、友人たちで彼女が散歩に使うルート周辺の捜索が行われますが、アリスは見当たらず、手がかりになるようなものも見つかりませんでした。警察の捜査。アリスの捜査担当となった刑事カール・メタは、
この事件に強い懸念を示し、一刻も早い解決のために捜査を拡大し、メディアにも情報を流してアリスの目撃情報を募ります。すると多くの情報が寄せられ、これをもとに付近の監視カメラ映像の確認が行われることになります。午後4時には自身の家の近くを歩いている姿が確認され、その後小川を渡るトランプスウェイと呼ばれる小さな橋を家の方向に向かって歩いているのがカメラに映っています。しかしこれ以降どこのカメラ映像を見ても彼女の姿は見つかりません。懸命な捜査が続けられる中、進展がないまま数日が過ぎ、いても立ってもいられない家族がアリスに向けたビデオメッセージを公開し、彼女の安全と一日も早い帰宅を願っていること、もし彼女の居場所を知っていたり見かけたことがあるなら警察に連絡してほしいことを伝えます。当初はアリスの家出による失踪ではないかと考えられていましたが、わずか14歳の少女が警察の捜査で見つからないように姿を隠すことは難しいはず、もしかしたら誰かに誘拐されたのではないかという心配から、ロンドン警視庁スコットランドヤードの殺人・銃犯罪の捜査を主に行うチームへと捜査は引き継がれます。大量の警察が捜査に投入され、市民ボランティアによる捜査も日夜行われ、 SNS ではハッシュタグファインドアリスが多く使われるようになり、アリスの失踪を知らせる街中のポスターの周りにはより目立つようにと黄色のリボンが巻かれます。そしてアリスの失踪から約1週間経った9月4日、警察はアリスがよく散歩していた小川近くの草むらで彼女のリュックを発見します。その中には当日アリスが履いていた靴が入っていました。これで家出の可能性はほぼゼロとなります。アリスが家から他の靴を持ち出した形跡はなく、もし家出なのであれば裸足のままどこかに行くとは考えにくいためです。もしかしたら鬱の症状があったアリスは自分で命を絶つことを考えたのかもしれません。警察は発見されたリュックを中心にエリアを広げて捜査を行うことに決め、地上だけではなく小川の中も対象とし、約600人の警察が動員され、2005年のロンドン同時爆破テロ以来最も大掛かりな捜査となります。改めて何百台もの監視カメラ映像が確認され、アリスの発見につながる有力な情報には2万ポンド、日本円でおよそ320万円の賞金がかけられます。警察は警察犬やダイバーも使った人海戦術で、約15キロ四方の鬱蒼と茂る森林や茂みの中、そしてそのエリアを流れる小川の中の捜索を行います。気が遠くなるような作業でしたが、新しい手がかりがない以上、これ以外の方法はありませんでした。何日にも及ぶ捜査でも何の発見もなく、自殺の可能性も薄くなっていきます。もしアリスが自分の命を絶つことを選んで川に入ったとすれば、最初は体は沈みますが、腐敗が進むにつれて体内にガスが発生し浮かんでくるので、すでに発見されていてもおかしくないはずだったんです。つまり今も川底にいるのならば、何らかの方法で浮かんでこないように細工されているということです。もう一人の行方不明者、アリスの失踪が家出や自殺である可能性が低いことから、警察は別の角度から捜査を行うことにします。それは地域で報告されている他の行方不明者の確認でした。すると41歳のアーニス・ゾルカンというラトビア出身の男性も行方不明になっていることが分かりました。彼は7年前にラトビアからイギリスへと移住し、建設業に従事していて彼女と一緒に住んでいましたが、ある日仕事が終わっても家に帰ってこず、
彼女が警察に行方不明を報告していたんです。その後警察が改めてアリスが映っている監視カメラ映像を確認すると、アリスが小さな橋を渡って間もなく自転車に乗った中年男性がアリスと同じ方向に向かって橋を渡っていることに気がつきます。この男性は次に大通りにある監視カメラに映っていて、当初は特に注目されていませんでした。しかし2つの映像の時間を調べてみると、この男性は橋を渡る時点から大通りに出るまで、本来であればほんの数分で行けるはずの距離に約45分もかかっていました。この橋から大通りまでのルートはほぼ一本道で、迂回ルートは存在せず、明らかに時間をかけすぎています。つまりこの男は橋を渡った後、大通りに出るまでの間にどこかでアリスとすれ違っているはずであり、しかもその間に45分も時間をかけているんです。さらにこの男はアリスが行方不明になった28日の夜、7時45分に再び大通りから橋の方へと入って行き、8時50分に入った時とは別の服を着て出てくる様子が監視カメラに映っていました。しかし橋を映す監視カメラには映っていないため、橋から大通りまでの間で何かをしていたということになります。およそ1時間もの間、一体何をしていたのでしょう。その後男は近くのコンビニでビールを購入している様子、そして29日の朝7時少し前に同じ現場に戻ってきている映像が確認され、この男の身体的特徴から行方不明になっているアーニス・ゾルカンであることが判明します。アーニス・ゾルカン。警察はすぐにアーニス・ゾルカンの家を捜索する令状を取るとともに、彼の過去の経歴について調べ、驚くべき真実を知ることになります。なんとアーニス・ゾルカンはイギリスに移住する前に祖国ラトビアで殺人を犯していたんです。被害者は当時の彼の妻で、アーニスは妻を撲殺し家の庭に埋めたことで7年間服役していました。この時の殺害理由は、結婚後に妻が実はレズビアンだと告白してきたことに腹が立ったためとされています。さらにアーニス・ゾルカンがイギリスに来た2年後の2009年、彼はアリスが失踪した現場から3キロほど離れた場所で14歳の少女に性的な暴行を加えた容疑者として拘束されていました。しかしこの時の恐怖のためか、少女が正式な供述をしなかったため、アーニス・ゾルカンが罪に問われることはなかったそうです。加えて当時のスコットランドヤードでは、犯罪を行った外国人の過去の経歴を詳しく調べる手順が確立されておらず、移民として入国してくる時も、性的暴行の容疑者として拘束された時も、アーニス・ゾルカンの過去の犯罪歴が知られることはなかったんです。警察はすぐに令状を手に、アーニス・ゾルカンが彼女と住む家へと行き捜索を行い、庭に最近掘り起こされた跡を見つけ、そこを掘り返して白い iPhone4S の割れた後ろパネルを発見します。これはアリスが使っていたものと同じ機種、カラーのものでした。アーニス・ゾルカンとの間に子供がいた彼女は、彼が優しく面倒見のいい父親であり、非道な犯罪を犯すような人ではないと擁護しますが、警察は家からアーニス・ゾルカンの DNA を採取し、アリス失踪の重要参考人として彼の居場所を突き止めようとします。しかしこの時にはすでに海外に逃亡しているかもしれないと焦っていました。そしてついに警察の懸命な捜査が実を結び、ある発見がされます。しかしその発見は、アリスの家族がかすかに抱いていた希望を打ち砕くものでした。発見。アリス失踪から5週間経った9月30日、
警察がブリント川に沈んでいた遺体を発見し、アリスのものであったと発表します。発見当時のアリスは片方の靴下を除いて裸で、手足を縛られた状態でゴミ袋に包まれていて、さらにはレンガが縛られた自転車のタイヤと大きな木の丸太が重りとしてくくりつけられていました。検視による死因は窒息死でした。遺体発見の近くにはタバコの吸い殻があり、この吸い殻とアリスのリュックに入っていた彼女の靴からアーニス・ゾルカンの DNA が検出され、全ての証拠が彼に向いているようでした。海外への逃亡が懸念されていたアーニス・ゾルカンでしたが、アリスの遺体発見がされた4日後、彼も発見されます。アーニス・ゾルカンはアリスが発見された場所から3キロほど離れた人が立ち入らないような雑木林の奥で、首にロープをかけ木の枝からぶら下がっており、自殺と判断されます。警察はもしアーニス・ゾルカンが生きていたら事情聴取を行い、話を聞き出すことで確実にアリスの失踪と死亡に結びつけることができたはずだ。しかし残念ながら長い時間水中にあったことで、アリスの遺体からはアーニス・ゾルカンの DNA を検出することはできず、全ては状況証拠と言えるので、確実に彼が犯人であるとは言い切れないと発表します。その後10月23日にアリス・グロスの葬儀が執り行われ、彼女が作詞作曲した曲が演奏される中、家族と多くの友人が前途有望な少女の早すぎる死を悲しみ、彼女との最後の別れを惜しみました。その後アリスの家族はイギリスに移民として入国してくる人の前科に対する調査をもっと厳正に行うべきだと政府に要望を出し、その甲斐あってかイギリス当局は今では当時のおよそ2倍のスタッフを採用し、犯罪者の入国に対する審査を強固なものにしているそうです。いかがでしたでしょうか。今回のお話は以上となります。お亡くなりになったアリスさんのご冥福をお祈りいたします。今後も毎週金曜夜8時に動画投稿できるよう頑張りますので、ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。